今日これも清楚コラボだから。そうだよ。逆になんだと思ってたの。うん。いや清楚で私の配信で清楚コラボやから。ね、私おしとやかコラボですから。タイトル。私もお姫様コラボって書いてこれから。あ予定ね、うん。いいわね。おしとやかに行きましょう。そうですね。やっぱりエペックスっていうのはおしとやかにやらないと血が流れるゲームなのだから。だから。皆さんが血を流している間、私たちは、清楚におしとやかに、つつましくいきましょう。そうです。いいですか、また染まる。はい、わかりました。また染まる。ちょっと、なんと可愛らしい名前。無理。私、こちらを染めたいです。無理、無理、無理。え、また染まる？はい、はい。え、また染まる。笑うときは、口に手を当てて笑うのよ。わかりました。求めてあるもの。わかりました。そうなるとちょっとマウスが逃げられないかもしれない。また染まる、はい、じゃあわらわら言う方がいいんじゃないかしら。じゃあ笑わないのがいいんじゃないかしら。わかりました。申し訳ございません。はいはい、謝るて偉いわ。このなんかさ、はい、シンデレラのあの3人姉妹みたいな。わかるわかるわかる。意地悪なやつね。そう。え、でもこれってだって楽しいから、この試合これでやるよ。いいよ、 いいよ。 OK です。これどちらに向かうのでござる。撃たれてますわ、撃たれてますわ。これ心の中に入るわ。わかりましたわ、ね、スキャンやりますわ。まだ完璧に大丈夫よ。ナイススキャンよ。ありがとうございます。そのスキャンがなければ私たち死んでいたかもしれない。やや、ウクさん、こいつは生きている意味がないわ。殺すわ。お姉さま、そんなひどいことしたらかわいそうですわ。そうかしら。それ相応の処罰を与えたのみ。やべえ家計や。あ、一ノ瀬うるはお姉さまがコメント欄にいらっしゃってよ。皆さん、ご挨拶して。お姉さま、お姉さま、ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。どういったコメントをなさっているのでしょうか、お姉さまは。ダブルダブルダブルというコメントをダブルダブルいらっしゃるのですが、私には意味がさっぱりわからないわ。どういうことですか。ダブルダブルダブル、何か暗号が隠されているのかもしれないわ。庶民の流行りなのかもしれないですよね。あ、庶民扱い。聞こえちゃうわよ、お姉さま。失礼。ダメよ。私から思ったことをすぐに口にしちゃうの。ごめんなさい、ちょっと鼻髪遊ばせ。お姉様、ミュート忘れですわよ。ごめんなさい、失礼いたしました。あの、あまりの鼻髪ダサにミュート忘れてしまいました。お姉様だから。ごめんなさいね。うん、なるほど、そういう感じなのね。お姉様、お尻大きいですわ。あら、やっぱお尻の大きい女性というものは魅力的ですわね。そう、お尻の大きな女性ほど魅力的なものはないわ。そうよ、私も大きく しなきゃ。いっぱい抱いてあげる。こっちへ持ってきなさい。はい、お願いします。お姉様、マジこのお尻手ですかってか、マジ痛い。腫れて赤くなったわ。3日ぐらい置いたらでかくなるよ。物理的にでかくするか。さすがよ、姉様。さすがよ。もう赤くてプリプリで桃のようなお尻になっていることでしょう。わかった。わかった。あなた本当に声が綺麗ね、またスマル。本当に。もうちょっと意地悪な声をしてみなさいよ。本当よ。あんただけずるいわよ。ずるいわよって何。あんただけ死んでレアシーンするのよ。そうよ、あなただけなんだから。意地悪お姉さんみたいになってるのよ。相対的に私たち意地悪お姉さんになってしまうのよ。そうよ、どうにかしていただけないかしら、これ。無理。わかりましたわ、意地悪っぽくいきますわ。いいわよ。そうよ、わかります。大丈夫、あなたならできるわ。ちょっと待って、気を引き締めていきましょう。そうよ、リサお姉様、ジャンプマスター。ほら、ジャンプマスターやりなさいよ。どんどん意地悪になってるって。飛びなさいよ。わかりました。敵がいないところ飛んでみなさいよ。飛ばせていただきますわ。ね、とお姉様、ご相談があるのだけれど、いいかしら。何ですの。私、一度一般人のふりをしてゲームをしてみたいわ。一般人のふりと言いますか、そうですね、
まあ庶民のふり、そう庶民のふりをしてゲームが、まあ、たまにはそうですよね。そういう時期も来たわ。分かったわ。そういう時期なのね、あなたは今。そうそうなのよ。思春期で。一般人のふりしたい時期なのね。思春期で。そうですわ。